から法務委員会を開会いたします議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます去る10月24日の本会議におきまして法務委員長に選任されました横山真嗣でございます本委員会の公正かつ円満な運営に努めその重責を果たしてまいりたいと存じます皆様方のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます 委員の異動についいてご報告いたします去る10月24日までに若松兼重君、山田宏君、中西健司君、石川宏隆君、および松山雅司君が委員を辞任され、その補欠として徳重正幸君、片山さつき君、伊藤孝恵君、長谷川岳君、および私、横山真一が選任されました。また本日丸山 和也君が委員を辞任されその補欠として宮島義文君が選任されました理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の異動に伴い現在理事が3名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます理事の選任につきましては先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんかご,ご異議ないと認めますそれでは理事に福岡高丸君 元太一郎君君び伊藤孝君を指名いいいたたししまますすす国勢調査にに関する件についてお諮りいたします本委員会は今期国会におきましても、法務および司法行政等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか、ご異議ないと認め、採用決定いたします。この際、山下法務大臣、平口法務副大臣、および門山法務大臣政務官から発言を求められておりますので、順次、これを許します。 山下法務大臣第四次安倍改造内閣において法務大臣を拝命いたしました山下隆でございますこの度上川前法務大臣からバトンを受け取り第101代目の法務大臣に就任することとなり法務大臣として果たすべき役割や責任の重さを痛感し大変身の引き締まる思いでございます先人が築き上げてこられました法務行政に対する信頼を損なうことがないよう 平口博副大臣角山博明大臣政務官と協力しながら職員と一丸となってまさに全員野球で法務行政が直面するさまざまな課題にしっかりと向き合って取り組んでまいりたいと思います昨年末に政府として初めてとなる再犯防止推進計画が閣議決定されました本年はまさに再犯防止推進計画元年であります 来年には言語が変わり、平成の時代から新しい時代を迎えようとしています。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会、および京都において、刑事司法分野における国連最大の会議である国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスが開催される2020年まであと2年を切り、本年は法務行政にとって節目とも言うべき貴重な一年、重要な1年であると考えております。こうした時であるからこそ、 法務行政が国民一人一人の生命、身体、財産を守り、すべての活動の基盤となる安全安心を法の支配を貫徹することにより実現する役割を担っていることを改めて自覚して職務に当たることはもとより、時代の変化にしっかりと対応しながら、新しい時代にふさわしい、そして次世代を見据えた施策を実施していくことが必要であると考えています。現場の第一線で勤務する職員を含め、 これままでで以上ににに内のの連携をを緊密にし、法務行政の諸課題にスピード感を持ってて取りり組んでまいりたいたと考えています。そして職務にあたっては、法務行政を国民の皆様に身近なものとして感じていただくとともに、安全・安心の実現が自分たちの生活に深く関係する重要な問題であると認識し、ご協力していただけるよう、積極的で分かりやすい候補に努めることなどを通じて、 国民の皆様の胸に落ちる法務行政を実現するため、精一杯努めてまいりますので、横山新一委員長をはじめ、委員の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。えまず、国民に身近で頼りがいのある地法を実現するため、次の取り組みを行いたいと考えています。放送要請制度については、これまでも放送要請制度改革推進会議決定を踏まえ、文部科学省等と連携しつつ、 質、量ともに豊かな放送を要請するための取り組みを続け進めてまいりましたが、より多数の優位な人材が放送を希望することに向けて、引き続き積極的な取り組みを進めてまいります。国民の司法へのアクセスを支援するさまざまな業務を行ってきた日本司法支援センター、通称、法テラスでは、認知機能が十分でない高齢者や障害者等を対象とする新たな法的支援制度を着実に実施するとともに、 福祉機関等と連携して、高齢者や障害者の総合的な問題解決を図る、司法ソーシャルワークと呼ばれる取り組みも推進しています。また、我が国の法制度等についての情報を多言語で提供する、多言語情報提供サービスを充実させ、増加する訪日在留外国人への支援にも努めています。 法テラスのこれらの取り組みを利用者の方々に広く知っていただくための周知・広報を引き続き実施するとともに今後も法テラスの業務の円滑な実施と体制の充実を図ってまいります法的なものの考え方を身につけるための法教育は自由で公正な社会の担い手を育成する上で不可欠なものであり多様性を包摂する共生社会の実現にも資するものです2022年の民法の成年年齢引き下げを控え 未来を担う若者への期待が高まる中で、さまざまな情報や意見を多角的に検討し、自ら考える力を身につけることがこれまで以上に求められていますので、関係機関とも連携しながら、対象世代や現場のニーズに応じ、多くの国民が法教育に触れる機会を持てるよう、積極的に取り組んでまいります。次に、差別や虐待のない人権に配慮した社会を実現するため、次の取り組みを行いたいと考えています。 学校等におけるいじめ、インターネットを悪用した名誉毀損し、プライバシーの侵害、障害等を理由とする差別、虐待、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、ブラック差別などの童話問題等のさまざまな人権問題を解消するため、引き続き人権啓発、調査、救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組んでまいります。また2020年 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、心のバリアフリーを推進し、誰もがお互いの人権を大切にし、支え合う共生社会を実現するための人権啓発活動を推進してまいります。親によって出生の届出がなされておらず、無戸籍となっている方々について、徹底した実態把握に努めるとともに、全国各地の法務局において、常時商談を受け付け、 戸籍を作っていただくための、丁寧な手続きの案内をするなどの寄り添い型の取り組みを行っています。今後も引き続き無戸籍となっている方々への支援を行うとともに、他の取りうる方策を検討し、無戸籍状態の解消に全力で取り組んでまいります。次に世界一安全な国日本を作るため、次の取り組みを行いたいと考えています。国民の皆様が安全に安心。安全に安心して暮らせる社会を実現するため。 関係機関とともに連携し、組織犯罪、凶悪犯罪への対策をはじめとする治安確保のための対策を万全に講じてまいります。また、現下の国際テロ情勢を踏まえ、国内外におけるテロ関連動向の把握に努め、関係機関との連携を緊密にしつつ、情報収集・分析機能の強化に努めてまいります。現在アレフ 山田らの集団および光の輪を中心に活動するオウム理教については、引き続き団体規制法に基づく観察処分を適正かつ厳格に実施することにより、地域住民の不安感を解消・緩和するとともに、公共の安全の確保に努めてまいります。昨年閣議決定された再犯防止推進計画は、5つの基本方針、7つの充電課題について、115の施策を盛り込んでいる総合的な計画です。 関係省庁や地方公共団体との連携を一層推進し、刑事手続きのあらゆる段階において、就労・住居の確保や、高齢者または障害のある者への支援、薬物依存を有する者への支援といった犯罪や非行した者の、犯罪を非行し,した者の立ち直りに必要な指導・支援を個々の特性に着目して適切に実施するとともに、立ち直りを支える保護士、厚生保護施設、 協力雇用主等の民間の方々の活動に対する支援を充実強化してまいります昨年成立した性犯罪に対処するための刑法の一部を改正する法律についてはその審議において性犯罪被害者のご負担に関するさまざまな指摘をいただいており付帯決議においても被害者の二次被害の防止やその心情に配慮することが求められております今後もこうした経緯や犯罪被害者等基本法の理念にのっとり 性犯罪、被害者に限らず、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図るための各種制度を適切に運用し、きめ細やかな対応に努めてまいります。一昨年成立した新たな刑事司法制度を構築するための、刑事訴訟法等の一部を改正する法律について、その趣旨を踏まえた適正な運用を図るなど、国民の皆様の信頼に応える刑事司法の実現のための検察改革の取り組みを引き続き実施してまいります。次に 我が国を取り巻くテロ情勢が非常に厳しい状況にある中、2019年には G20 サミットやラグビーワールドカップ大会が2020年には京都コングレスや東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。その一方、観光立国推進に向けた各種取り組みが進められ、昨年の 今日外国人旅行者数は約2869万人と、一昨年に引き続き過去最高を更新しています。こうした中で、水際対策としてのテロ等の未然防止を含む厳格な入国管理と観光立国推進に向けた円滑な入国審査を高度な次元で両立させる必要があり、顔認証ゲートの導入など、世界最高水準の技術を活用し、 今後も入国審査ののさらなる高度化の実現に努めてまいります未だ核・ミサイルの脅威が払拭されていない北朝鮮に対しては、今後も人的往来の規制強化、措置等を適切に実施していくとともに、核・ミサイル関連の動向、日本人拉致問題を含む北朝鮮の対外動向や国内状況等について、関連情報の収集・分析等を進めてまいります。 尖閣諸島問関係については、我が国の主権に関わる事案の相次ぐ発生を踏まえ、関係機関と連携し、関連情報の収集分析に尽力するなど、異論のない対応をしてまいります。次に在留外国人の増加に的確に対応するため、次の取り組みを行いたいと考えています。我が国が本格的な少子高齢、人口減少時代を迎える中、 経済社会に活力をもたらす外国人を積極的に受け入れていく必要があります。このため、未来投資戦略等に掲げられた施策の実現により、高度外国人材のさらなる受け入れの促進等に努めるとともに、本年6月15日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2018、いわゆる骨太の方針に記載された新たな外国人材の受け入れに係る在留資格の創設等のため、 国管理および難民認定法および法務省設置法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。この法案が成立することにより、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化に対応するため、一定の専門性技能を有し、即戦力となる外国人材の受け入れを行うことが可能となります。また、今後、より一層重要となる外国人の在留の公正な管理を適正に行うため、 法務省の外局として、出入国在留管理庁を新設します。併せて、我が国が人々の多様性を尊重し、そして多様な人々を我が国社会に包摂していく日本人と、外国人の共生社会の実現に向け、外国人の受け入れ環境整備に関する各種取り組みについて、幅広く関係者からの意見を聞きながら、関係省庁と連携して着実に検討を進めているところであり、年内に外国人材の受け入れ、 強制のための総合的対応策を取り求めてまいります。昨今においては、外国人に対し、社会保険の適正な運用を確保することが重要な状況にあります。新たな在留資格制度の下で受け入れる外国人の社会保険については、法務省から社会保険に係る関係機関に一定の情報を提供することにより、関係機関において、当該情報を活用した社会保険の加入促進が図れるような取り組みを開始することや、 き質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討しています法務省として制度を所管する厚生労働省とも緊密に連携し対応してまいります難民問題については依然として世界的に深刻な状況にありますその中で我が国はでは就労等を目的とする乱用御用的な難民認定申請の急増により真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっていますこれらの状況を踏まえ 本年1月15日から難民認定制度の運用を見直し、被護が必要な申請者には早期に安定した在留許可をする等の等、さらなる配慮を行い、乱用御用的な申請者にはこれまでより厳格な対応を行っています。今後も引き続き我が国における難民認定の迅速的成果を推進し、真に被護を必要とする方への保護を図ってまいります。次に国土強靭化 国民の社会経済活動の重要なインフラ整備のため、次の取り組みを行いたいと考えています。民事基本法について、国民の意識や社会情勢の変化に対応し、必要な見直しを進めてまいります。民主執行法制の見直しに関して、すでに法制審議会から要項の答申を受けているほか、公益信託制、会社法制、戸籍法制、および民法の特別養子制度の見直しについても、法制審議会の各部会において、 調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう、所有の準備を進めてまいります。また、すでに法律として成立し、その施行を控えている成年年齢の引き下げ、再建法や相続法分野の民法等の改正についても、円滑な施行に向けた準備を進めるとともに、広く国民に改正内容を理解していただくため、その周知に全力を尽くしてまいります。 所有者を特定することが困難な、いわゆる所有者不明土地問題につきましては、依然と深刻な状況にあるものと認識しておりますが、このような問題が生ずる要因の一つとして、相続登記が未了のまま放置されていることが挙げられます。この問題は相続が繰り返されるにつれ、さらに深刻化することが懸念され、関係省庁が一体になって対応する必要があります。そこで、法務省では、法定相続情報証明制度等による相続登記の促進の取り組みや、 長期間相続登記が未了の土地の解消に向けた取り組みを推進してまいります。また、今後、人口減少に伴い、所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的な課題についても、政府の基本方針に基づき、引き続き関係省庁と連携し、検討を進めてまいります。東日本大震災からの復興支援については、これまで、 登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応に努めるとともに、登記所備え付け地図の整備についても積極的に行ってきました。また、法テラスにおいて、被災地に出張所を設置し、無料法律相談を実施するなどの支援を行ってきたほか、人権擁護機関において、風評等に基づくさまざまな人権問題に対し、仮設住宅等における相談を実施するなど、相談、調査、救済活動を行ってきました。 平成28年熊本地震からの復興支援についても、倒壊するなどした建物の登記官の職権による密室登記、地震によって土地が移動している地域の登記書備え付け地図の修正作業、被災地の人権擁護委員を中心とした仮設住宅等を訪問しての相談活動を行っています。また、今般の平成30年7月5雨による災害についても、総合法律支援法の規定に基づき、関連する政令を迅速に制定し、法テラスにおいて、 被災者への無料法律相談を実施するとともに、同豪雨災害および平成30年北海道胆振東部地震についても、倒壊するなどした建物の登記官の職権による別室登を行うなど、被災者に寄り添った的確な対応をしてまいります。今後も引き続き、震災等各種災害からの復旧・復興支援に全力で取り組んでまいります。次に法の支配を貫徹し 国際分野に至るあらゆる活動に法が適用されるように司法外交を推進してまいります司法外交の柱の一つとして犯罪防止や法制度整備等に関する国際協力を推進してまいりますこれまで長年にわたりアジアアフリカ諸国等の刑事司法実務化に対する国際研修等を通じ犯罪の防止や犯罪者の処遇等に関する各国の取り組み支援人材育成等を行うとともに アジアを中心とする開発途上国に対し、基本法令の基礎、司法制度を整備、司法関係者の人材育成等に関し、相手国の重要を踏まえた寄り添い型の法制度整備支援を行ってまいりました。これらの国際協力は、根本的な理念として、我が国が尊重してきた法の支配を各国が実現することに貢献するものであり、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標 目標、SDGs の達成にもかなうものであります。7年にわたる我が国の実績を強みとして、今後も積極的に推進してまいります。我が国の利害に重大な影響を及ぼす国内外における法的紛争に適切かつ迅速に対応するために、国の利害に関係する訴訟に対する指揮権限をより適切かつ効果的に行使するとともに、国内外の法的紛争を未然に防止するための予防司法機能の充実や、 国際訴訟等への対応について外務省等の関係省庁との連携を進めるなどして商務機能の充実強化にさらに取り組んでまいります国際仲裁は国際取引をめぐる紛争解決のグローバルスタンダードとなっており海外に進出する日本企業に対して利便性の高い紛争解決手段を提供しかつ海外からの投資の呼び込みにも資する重要な司法インフラとして我が国における その活性化が急務となっております法務省としても関係省庁関係機関と連携しながら専門的な人材育成国内外における広報意識啓発等の基盤整備を進め国際仲裁の活性化に取り組んでまいります2020年4月京都コングレスが開催されますコングレスは1955年以降5年ごとに開催されている犯罪防止刑事省分野における国連最大規模の国際会議であります 我が国の開催は1970年以来、50年ぶりとなります。共同コンクレスには各国法務大臣、検事総長等のハイレベルを含む世界中の司法関係者が集い、犯罪防止、警視庁及および法の支配について議論が行われます。この舞台で我が国は法の支配等の普遍的価値を各国に浸透させるべく、リーダーシップを発揮し、司法外交を進めてまいります。そししてて参加してくださる方々に 我が国の成熟した社会を体感していただくとともに、安全、安心な社会の実現や再犯防止、そしてそれらを支える法順守の文化についての国民的関心を高める機,機会としたいと考えています。今後、関係省庁、関係機関と連携し、十分な準備を進めてまいります。最後に、司法・法務行政を支える人材、施設等を含む環境整備のため、次の取り組みを行いたいと考えています。 今国会においては、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額および検察官の報給月額を改定するための、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案および検察官の報給等に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたので、十分にご審議の上、速やかに可決、ご可決くださいますようお願いいたします。 警部署などの施設については、現行の耐震基準が定められた昭和56年以前に建設された施設が約半数に上るという現状を踏まえ、老朽化の問題を解消するための整備を推進してまいります。これまでも法務省においては、全職員が職場や家庭において個性と能力を十分に発揮できるよう、各種取り組みを実施しておりますが、引き続き、法務省公安審査委員会、公安調査庁、特定議場事業士、 行動計画通称、アットホームプランを推進するとともに、女子刑事施設の運営改善に関する総合対策、マーガレットアクション等の各部局の実情に応じた施策を強化するなど、より一層働き方改革を進め、男女を問わず通訳できる職場環境の整備と、職員のワークライフバランスの実現に努めてまいります。また、障害者雇用については、 障害者雇用率制度の対象となる障害者の形状が不適切であったことを深く反省した上で、政府の基本方針に基づき、再発防止はもとより、法定雇用率の速やかな達成と障害のある方々が生き生きと働くことができる環境づくりに向け、法務省一体となって取り組んでまいります。委員長をはじめ、委員の皆様方には、日頃から法務行政の,の運営に格別のご尽力を賜っております。 今後もさまざまな課題に対し全力で取り組んでまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。平口法務副大臣え。法務副大臣の平口寛でございます。法務行政の諸課題につきましては、いずれも 国民生活上根幹に関わるものばかりでございますので、角山法務大臣政務官とともに、山下法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。横山委員長をはじめ、理事、委員、各委のご指導とご協力を お願い申し上げて、えー、挨拶とさせていただきます門山法務大臣政務官法務大臣政務官の門山博明でございます国の統治基盤の一つである法務行政を推進するにあたり山下法務大臣平口法務副大臣と力をわせ、精神誠意取り組んでまいる所存でございます横山委員長をはじめ 理事、委員の皆様方のご,ご指導とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます本日はこれにて参加いたします。